はい、レオンチャンネルです。復活のウルトラエッグ、まさかの、令和の世に、マジでもう一回来るウルトラエッグ。これ散々さ、復活してくれ、復活してくれみたいなのを、数年前まで言っておりましたが、ついに、その時が来た。ってことで確認しよう。しかも、今月発売なんすよ。帰ってきたウルトラエッグシリーズ、ありがとうございます。本当に、帰ってきたウルトラマン的な感じ。シリーズ全15種、全15種同時発売決定、そう。なんかそれも書いてあったね。卵型からウルトラヒーローや怪獣に超変形するという魅力的なギミックをコンセプトに、2012年から展開されていたウルトラエッグシリーズが11年の時を経て帰ってきた。そう、ちょうどさ、僕さ、レオンチャンネル2013年3月10日デビューじゃん。僕がデビューし始めてから、エッグのウルトラヒーローとかの修正がどんどん入って、最初のウルトラマンとか、めちゃプロポーションひどかったんだけど、昔の発売カレンダーもちゃんと残ってるんだけど、マジで最初って550円。あ、これあれだ。特別価格だ。そっから税込み990円で、そうですね、税抜き900円っていうのが、まあ、おなじみの価格帯で、この辺のね、初期ものはピグモンはめっちゃ良かった。それ以外はまあまあね、まあ Z も悪くなかったけど、まあまあプロポーションが弱々だったんだけど、そんな中急にキングジョーっていう神アイテムが来たりとか、ベリアルとかもゼロとかも微妙だったな。カネゴン良かったな。眼球良かったね。で、ナースとかもよくできてて、急にね、アップデートされるんすよ。それが、あ、そう、ティガから、めっちゃ一気にアップデートが来て、そこから、セブンとか、タロウとか、あ、そう、グドンあたりから怪獣も一気に良くなって、で、ガッツ星人っていうね、あ、そう、銀河も超良かった。この辺の神アイテムが来て、そう、ちょうどさ、神アイテム化してるところが、僕の2013年とかなんですよね。銀河はマジでクオリティ高かった。で、そっからバードンとかも良かったね。で、ルディエル、ダークルディエルとかも最高で、スーパーグランドキングあたりで怪獣エッグが最高潮に達し、そっから、あ、もうでも大体この辺で終わりだ。あとはガイアがちょっと出たりとか、チチ、メビウス、ビクトリー、ベロクロン、バキシムとかも良かったね。で、2014年10月25でシリーズが終わっております。なので最後が銀河ストリウムか、ほぼ9年ぶりっすね、に復活と。ただこのさ、ちょっと怪しいエッグ型、なのかそれはみたいな状態から手が広がって、いい感じのプロポーションになるのがすっごい良かったんだけど、今回ウルトラヒーローのエッグの造形まるっと変わってますよね。そんなわけで最新のプロポーションにアップデートされたウルトラエッグ、すごい。あ、ちなみに価格も税込み1430円で、税抜き1300円なんで、前より400円アップしてますね。まあまあ、今のおもちゃの価格高騰を考えたらそんなものでしょう。で、卵型からウルトラ変形で、めちゃくちゃプロポーション良くなってんだが、ただ腕に関しては割と前よりエッグエッグしてるっていうか、とはいえエッグモードの卵型っていうのは相当以前より綺麗になってますね。で、こっからやばいのが全身15箇所稼働で、つま先稼働とかあるらしいんですよ。変形方法としては、まあ、こんな感じでヒンジがめちゃくちゃいっぱいあるんで、これを、まあ、これ要は腕ってことっすよね、この上下が。そしてカバー部分にウルトラマンのプロテクターとカラータイマーがプリントされてるんだ。それかシールか。そしてこっちが足側、向かって左側が足側、ここに頭が格納されてて、それをまあ伸ばすような感じにするとウルトラマンが出来上がるっていう風なギミックっぽくて、これまでのウルトラエッグよりやや手数は多いのかな、変形までの。そしてキングジョー再販でしょ。これ僕限定色のブラックキングジョーとか持ってるから、これね、4体合体なんですよ。分離できるって書いてありますが、これマジ神玩具だから。卵型からウルトラ変形で、ヴィラン側は一部再販と。今回のポイントはウルトラヒーローの造形を一新で、プロポーション改善と可動域拡大、銀河も左から右と。いや、でもね、こっちはこっちで良かったよ。だって当時のさ、銀河この辺クリスタル部分クリアパーツで表現されてたからね、めっちゃプロポーション良くなってるけど、そういう部分はだいぶこうのぺっとしてるもんね。ボディとかプリントで表現だな。なのでここはまあ好き好き。意外と僕やっぱこう画像を比較すると前のモデルの方が好きかも。エッグスキャナーでスキャンできて、アナライズチャージって言って、銀河身長何メーターとかね、いうやつがありましたけど、今そのカテゴリーはディメンションナイザーが持ってますからね。
腕、足、首や腰など全身15箇所稼働ができるようになり、アクションフィギュアとしての魅力がプラスされました。これやばいね。ウルトラマン的なバトル構えポーズもいけるし、すだちポーズもいけるし、キックポーズもいけると。で、ラインナップはヒーローが Z、デッカー、銀河、ビクトリー、X、オーブ、ジード、ロッソ、ブルー、タイガー、トリガーで、もうめちゃくちゃニュージェネ系。そしてウルトラ怪獣が、これ再販ね、バルタン星人、ゴモラ、エレキング、キングジョーでめっちゃ初期系。ラインナップ見ていきますか。まずは結構ね、大事なところはやっぱ怪獣っすよね。キングジョーが、まあこれはまんま再販だな。当時より400円アップして、単純に再販と。これ神玩具なんですぐ売り切れるでしょう。エレキングか。変わってないもんね。まあこれぞウルトラエッグって感じだけど、まあこれも単純な再販。うん、まあこれも単純な再販。うん、全部3月18日に同時発売ですからね。で、ゴモラもまあこの辺もね、初期型なんで、そんな出来がいいかって言われると、微妙なところではあるんだけど、カチャカチャと遊べる楽しさはすごいある。まあエッグ自体が正直何かあっても基本は出来ですからね。で、バルタン星人っていうのはウルトラエッグの始まりの男ですね。始まりの異星人というか。ただこれもね、まあまあプロポーション悪いんですよ。下半身とかだいぶぼってりしてるし。なんだけど、エッグ的なこのね、綺麗なエッグ型からちゃんと変身すると。変形か。怪獣がこの4種類。他の怪獣もさっき僕が言ったみたいに、グドンとか、ガッツ星人とか、その辺の出来がいいやつ、あと当時限定品で入手が若干厳しかったツインテールとか、おもちゃ付属でしか手に入んなかったんで、そういうやつがね、単体販売してくれるといいですけどね。で、ウルトラマンのエッグに関しては全部同じですね。なので変形方法も一緒で、基本造形は、さてはこれ同じだな、プロポーションが。プリントで、まあ頭部だけ新規で、それ以外はプリントで、変えてるだけだな。あー、そうっすね、胸のこの胸筋の出方とかも一緒なんで、この辺は前の専用造形っぽいそれぞれ感じからするとコスト削減が見受けられますね。基本の頭部以外は全部共通ですよと。あとは色柄だけで変えてありますよってことだ。この辺はちょっと実際遊んでみないと分かんないな。はい、 Z さんでもまあめちゃくちゃいいね、Z さんオリジナル。このファイティングポーズ若干無理やり感はありますけど、これくらいしっかり稼働すると。デッカー、フラッシュタイプ、めっちゃいいな。頭部よくできてんな。それ以外はただ、まあ、造形じゃなくてやっぱプリントだもんね。まあかっこいいけど。こう思うとやっぱ同じウルトラマンの赤色でも結構色変えてあるんだな。はい、ウルトラマン銀が。そうっすね、ここクリアパーツ使われてないもんね。のぺっとしてるな。まあちょっとこの辺は発売したら当時のやつとも比較してみましょう。あー、復活テンション上がったけど、実際見てみると結構コスト的にやっぱ1500円でもこれくらいなんだっていう。でもまあかっこいいね。ここボールジョイントで多分動かせるんだもんね。 X とかいいじゃん。普通にむちゃくちゃかっこいいな。で、オーブはオーブオリジン。個人的にはオーブって言ったらスペシウムゼペリオンがやっぱ好きなんだけど。で、ジードプリミティブはさっき見た。で、ウルトラマンロッソフレーム、すげえよくできてんな。プリントでこんな綺麗に再現できるんだ。まあ、変形方法は見事に全部一緒。で、ブルアクア、これは兄弟で置いときたくなるね。なんならグリージョも来てくれ。で、タイがこれとか当時の太郎とかと並べるにはちょうどいいんじゃない。前後も多分変わんないよね。で、トリガーマルチタイプ、あーかっこいいな。あとはこのエッグ状態でプロテクターがねプリントで表現されてるのも非常に良いと思います。まあ画像一覧で見るとポーズ付けは全部同じようにできるんだけど、まあ、キャラごとにポーズを変えるとすごいいい感じに決まりますよと。この帰ってきたやつらからの
2ページ目見ると当時のやつらで、ああまあやっぱ当時の方がコストはかかってるけど、あでもビクトリーとかな、桃とかもっと細かったらなとかよく言われてたから、その辺が改善されてるのはさすがなのかな。でもエッグ状態でどのウルトラマンかっていうのが分かるね、この辺の感じが良かったんすよね。でもやっぱウルトラエッグっていうとどっちかっていうと怪獣がね売りなところあるので、まあ、怪獣も再販だけじゃなくいろんな怪獣まだエッグ化されてないものありますから、セブンガーあたりとかエッグ化したら熱いんだけどな。あとはスキャナーのねマークは今回ついてませんのでエッグスキャナーには対応してませんけど、多分エッグスキャナーの箱には、あでもヒンジがあるから入れれないのかな。怪獣はピックアップされ、ウルトラヒーローはまるっとリニューアルされ帰ってきますので、どちらにしろ3月18には一気にね15種類発売しますので、ちょっとこれも全部買って一気にレビューしたいと思いますので、ではこのリンクを貼っておきます。以上レオンチャンネルでした。